はい、こんにちは。今日から始める Windows10 です。今回は、拡張子が PDF の画像とか写真を JPEG に変換して、ハガキデザインキットで取り込む方法を解説していきます。さらにもう一つ、カメラで撮影した写真を取り込むとエラーになると、そういった場合のハガキデザインキットでの対処方法を解説します。 では早速ですけど、エクスプローラーを開いて今、PDF のファイルが3つあります。で、この中身を確認します。そうすると、このように、年賀状はがきのサイズのイラストが表示されるとで。これを使いたいと。ではどうするかっていうと、専用の変換するソフトを使っていきます。 今回は初心者さんでも簡単にできる無料のソフト、ブラウザ上で変換するソフトを紹介していきます。今回はこちらの l i ト p d f っていうサイトを使用します。こちらのリンクについては後でリンク先を貼っておきます。こちらは無料で変換ができるサイトになります。ただし、使用方法によっては有料になったりするんで、そのあたりにも 解説しておきます、はい、この画面を見てもらうとですね、この左のところにこういうお知らせが表示される場合はですね、そのまま結構ですをクリックしておきます。はい、まずはですね、この画面上のこの PDF に変換っていうところをクリックすると、このような画面が表示されて、今回は PDF を JPEG に変換するので、上から3つ目、こちらになります。 PDF を JPEG に変換。こちらをクリックすると。そうすると、ここがですね、PDF を JPEG に変換っていうふうに出てます。ここを確認すると。で、この状態でどうするかっていうと、ここにファイル選択ってあるんで、これをクリックすると。で、PDF を保存している場所を選択すると。ダウンロードになってるんで、こちらをクリックして、その中にあるファイルを選択すると。今回はこの001にします。 で、一つだけ選んで、開くをクリックすると。そうすると、このようにアップロードされましたって出ます。で、その下に変換ってあるんです、変換をクリックすると。そうすると、今このように変換中って出てます。ここは少し待ちます。そうすると、完了したって出ます。で、ダウンロードをクリックします。 そうするとダウンロードされたのがわかるかと思います。では確認のためエクスプローラーを開きます。はい、そうするとこちらの001の PDF からこちらの拡張し JPEG に変換できていると。これであればハガキデザインキットに取り込むことができると。このサイトを使って今このように JPEG を作ることができたと。 操作自体も非常に簡単かと思います。これであれば無料でできるかと思います。で、注意点としてですね、有料になってしまう場合があるので、そこを説明しておきます。一回このやり直すをクリックします。まず、この状態で、ファイル選択から、今度は2を選択します。で、開くをクリックして、でここまで先ほどと一緒です。 で、変換をクリックしてダウンロードすれば OK ってことになります。今2番目ですけど、3番目もあったと思って、このファイルの追加をクリックすると、こういった画面が出てきます。で、これ何かっていうと、ここをクリックすると、はい、このようにですね、でここ見てもらうと値段が書いてあるんで、有料になるっていうふうになります。 登録しないと有料にはならないんで、この画面が出てもそんなに慌てることはないかとは思います。ただし、こういった画面が出ますよってことを注意しておく必要があるかと思います。元に戻ります。ですので、このファイルを選択して、2個目、3個目、4個目、5個目たくさんあったとしても、必ず1個ずつ選択して、1個ずつ変換すれば無料でできるってことになります。 今回のように数が少ない場合は1個1個変換すれば無料でできてそんなに時間もかからないと思います。ですが逆に大量にですね PDF のイラストとか写真が100個とか200個または1000個2000個ってあるような場合はそれはですね専用の有料のソフトを使って変換した方が効率が良いかと思います。閉じておきます。 はい。では実際に変換した JPEG を取り込んでいきます。どうするかっていうと、ここに画像読み込みってあるんで、こちらをクリックすると。こちらのファイル参照をクリックすると。で、場所指定が出るんで、今回はダウンロードをクリックすると。ならここに JPEG があるんで、選択して、開くをクリックと。 で設定できたんで、あとは、この、その下の作業エリアに読み込む。こちらをクリックします。はい、そうすると、ぴったりはがきサイズの大きさで読み込まれていると。これで完成ってことになります。はい、このようにですね、拡張子が PDF の中にある写真とかイラスト、それを使いたい場合は変換をするってことになります。JPEG に変換して、 ハガキデザインキットで取り込むことができると。では次にですね、もう一つ。自分が撮影したカメラの写真について説明しますで。この画面消しておきます。消す場合、こちら素材を選択して、下のゴミ箱をクリックすると。そうすると消すことができます。では次に写真について。はい、今ここにですね、写真があります。 こちらは角島大橋っていう有名な橋なんですけど、自分で撮影した写真にあります。これはですね、デジタルコンパクトカメラで撮影したものだと思います。で、最近のカメラっていうのはですね、非常に写真のサイズが大きくなってます。で、まずはこのカメラで撮影したそのままのものをそのまま取り込んでみたいと思います。 この画像読み込みで同じようにファイルを、ファイル参照をクリックすると。で、場所を指定してあげるとこちらにあります。これを選択して開くをクリックすると。で、設定できたんで、作業エリアに読み込むと。このボタンをクリックします。 はい、そうするとですね、このようにエラー画面が表示されます。このように読み込めませんでしたっていうふうになります。で、この意味はですね、アバートサイズが大きすぎるんで調整してくださいってことになります。ですので、こういった場合どうするかっていうと、これもですね、Windows 標準の機能の中に入っている Paint ソフトっていうのがありますで。こちらを使って簡単に修正できます。 では、Windows のペイントソフトを起動します。こちら、スタートボタンをクリックして、もうずっと下げていってですね、ここに Windows アクセサリーっあります。これをクリックすると、その中にペイント t てあります。これをクリックします。で、クリックすると、こういった画面が表示されると。これがペイントソフトになります。 このペイントをですね、使って、この写真を読み込むと。今、ドラッグしましたけど、こちらのファイルから読み込んでいっても一緒です。開くから設定しても一緒です。ドラッグした方が早いんで、ドラッグしてます。で、これ見てもらったらですね、非常にサイズが大きいと。 で、どうするかっていうと、このホームのところですね。一番上のホームのところをクリックすると、ここにサイズ変更ってあります。大きくします。このホームのところのサイズ変更、これをクリックすると。で、今見てもらうと、パーセントで100ってなってるんで、今100%になってます。元のサイズのままってことです。ですのでですね、これ、どのぐらいにすればよいかってことなんですけど、今回、はがきサイズなんで、 4分の1ぐらい、25ぐらいにすればよいのではないかと思います。今回25%にしてます。そのまま OK をクリックすると。そうするとサイズが4分の1になったと。これもう一度余談なんですけど、これ山口県の角島を走っていって、テレビとかでも結構紹介されて有名なとこになってます。CM とかでも使われています。 で今、元のサイズを4分の1にしたので、これを新たに保存します。で上のファイルから名前をつけて保存。で、JPEG を選択すると。で、場所はですね、このピクチャーにしておきます。で、今回、名前はテスト1にしておきます。そのまま保存をクリックすると。で、できたら閉じておきます。 で、こちらのハガキデザインキットから今保存したものを選択すると。で、ファイルを選択して、これは先ほどの元の写真なので、正しい場所を選択すると、ピクチャーのテスト位置になります。これを選択して開くをクリックと。で、設定できたんで作業エリアに読み込む。こちらをクリックします。はい、そうすると今度は正常に取り込むことができたと。 これ少しし大きくしますで取り込むことができたんですけど少し大きいんで小さくするともうちょっとですかねこのようにはがきのサイズに合わせていくと、えー、きれいに設定できると。 でこのように綺麗な年賀状ができるんではないかと思います。あとは文字を追加していくと。はい。今回のですね、PDF の画像を JPEG に変換して使う方法。デジタルカメラで撮影した写真を使う方法を解説いたしました。今回は以上になります。ではまたチャンネル登録よろしくお願いいたします。